い、どうも皆さんこんにちは。 MC を担当しております元お笑い芸人の天田太郎と申します。よろしくお願いします。さて、今日も、いつものメンバーです。メンバーをご紹介します。現役ラガーマンペイ君。はい、ネットアリケンズ大阪でラグビーやってます。ペイです、よろしくお願いします。はい、現役 J リーガーヒロ君。FC岐阜でサッカーしています山内ひろみです、よろしくお願いします。はい、元水泳選手オリンピアンのミポリン。はい、寺村美穂です、よろしくお願いします。はい、ミポリン、このラジオの始めた趣旨説明してください。はい、この番組はアスリートがどんな思いで練習や試合に取り組んでいるかといった本音を語り合うことを目的としています。また練習方法や食事内容、疲労回復や気分転換の仕方など競技を超えた全てのアスリートの参考になれば嬉しいです。さらに応援してくださるリスナーの皆さん、アスリートの本音を知って私たちをもっと身近に感じてください。はい、ありがとうございます。それでは行ってみましょう。アスリートの本音ラジオ、ラジオ。はい、ということで今日も早速始めましょう。え、今日だいぶコール上手くなったね。上手くいってない？お初回から比べるとだいぶ上手いよ。初回ひどかったっすね。初回ね。さて、今日のテーマですけれども、前回、前々回、前々回とですね、ずいぶん前からやっておりますが、自分たちが今抱えてる悩みを相談しようというコーナーです。で、アスリートの本音ラジオですからね、皆さんの深い本音を聞いてみるとか、まあ悩みも含めて、まあ一人ずつじっくりとっていうことでですね、初回はペイ君でヒロ君でミポリンという順番で聞いてまいりました。で、なんとですね、前回は肩幅が広くて悩んでいるというミポリンの相談がありましたけれども、あれどうでした？皆さんどうでした？皆さんどうでした？くだらなかったですけど、すごく面白かったですね。いや、俺はね、あの T シャツ買った時の肩のこの線が中になっちゃうってのは面白かったな。見たいな。見たいな。さあ、そういうことでですね、実はですね、今回もミポリンの、まあ、相談があるということで、まあ、前回、話を聞いたので、今回ミポリン、どんなお話をされてしたいんでしょう？はい、ちょっと前回は、まあ、みんなで、うん、まあ盛り上がって、うん、悩みなのか本当にみたいな感じの雰囲気ではあったんですけど、うんうんうん、今回は、まあ、もうちょっと真面目な話になってます。ただなんか悩みを聞いてほしくてっていうより、なんか解決したいっていうよりも、うん、なんか今自分の思ってることをみんな聞いてよぐらいな感じなので、まあ、解決策を探してるってわけではないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと今日も私の話を聞いてもらえたらいいかなって思ってます。はいはい、で、はい、まあ、肝心なテーマなんですけど、うんうん、私はヒロ君とかペイ君と違って、うん、現役は引退してて、うん、まあ、第二の人生を今歩んでるんですけど、まあ、第二の人生、水泳を通していろいろお仕事させていただいたりとかもしてるんですけど、まあ、その中でも今までやったことないことだったりを経験する、まあ、ことが多くなってきて、今年入ってからも新しいお仕事やらせていただいたりするんですけど、まあ、その中でやっぱ容量が自分は悪いなって感じることがすごく多くて、なんかこれって一回言われたら覚えられるよなみたいなことでも、あ、自分って、あ、ちょっともう一回、いや、忘れちゃったなみたいなことがあったりとか、まあ何回も繰り返さないと覚えられないみたいなことがあったりとかして、最近すごい悩むというか、自分こんな容量悪かったんだっていう風に思うことも多くて、なんかまあ相談じゃないですけど、こういう場合はもう
ただただひたすら何回も自分は容量が悪いからやるしかないのか、なんかこういう案があるよみたいのもあったら面白いかなっていう、なんか覚えられないことはこういう風にやってるよみたいなことがあったりとか、まあペイ君ヒロ君はまあ競技で自分容量悪いなって思うこともしかしたらあるかもしれないし、なんかそういうお話も聞けたらいいかなって思う。はい、わかりました。つまり、第二の人生を歩み始め、そこで見知らぬ世界が見えてきて、なんて私はできないんだろうという悩みを、ただそういうところ、そういう状況に遭遇する感じ。そうですね、やっぱり、まあ、ずっと今9歳なんですけど、29歳で、まあ、本当に社会人1年目みたいな、2年目みたいな感じなので、まあもう知らないことを一つ一つ覚えていくみたいな状況なんですよね。だからなんかそれってきっとみんな、自分できないなっていう感情になるとは思うんですけど、まあ本当にまさに今その状況でだからなんかもう本当社会人1年目2年目ぐらいの感覚で、これを乗り越えなきゃいけないんだなっていうような今状況なんですよね。なるほど。例えばさ、具体的にはどんなお仕事でどんな境遇になった時にそういうふうに私でもダメだなっていう具体的な例とかってあるの？具体的な例だと、ちょっとパソコン使った、業務をやったりする時に、あ、こここうだからこういうふうにやっといてっていう、まあ例えばなんか Excel とか使ってやったりする時に、なんかパッて言われてシャシャシャってできればいいんですけど、なんか次パソコン開いてる時に、あ、これ何だったっけみたいな感じになったりするんですよ。まあそれは本当にみんなよくあるよって言ってくれたり周りの人もするんですけど、なんか周りの人たちを見るとやっぱチャ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 っとやってるんですよ、かっこよくかっこよくやってるんで、あ、やっぱ最初ってこんなもんなのかなって思いつつ、あ、もっと容量よくできたらいいかなって思うのと、まあ一つのことやってるとどうしても他のことが入ってこないっていうのもあるかもしれないです。一つのことに集中しちゃうと、何か言ってくれてるのにそっちのこと全然入ってなくて、もうやめて、え、何でしたっけみたいな状況になったりとかっていうのがあります。なるほど、はい。それはね、まずですね、パソコン問題っていう問題がありますね。何ですかそれ。これはアスリート全員が必ず迎え入れなきゃいけないハードルが高いところなんですけど、パソコン問題。なるほど。これはよく聞きますよね。ああ、やっぱそうなんですね。うん。まず、タイピング。ああ。タイピングができないっていうアスリートの子をよく聞く。なんか俺の時代はさ、まだパソコンが全員に普及してなかったから、レポートとかも手書きで書いてたんだよね。ああ。それで社会人になって初めてワープロっていうものに出会い、あ、はいはい、これタイピングだけ覚えるわけよ。で、30歳ぐらいの時にパソコンが普及し始めて全員が持つようになって、でそっからそのワープロの機能を持ったワードっていうのは使えるんだけど、すぐ、Excel とかそっから勉強してたよね。やっぱそうですよね。うん、どうですか、ヒロ君とかペイ君とかパソコン結構使います？現役中でも。全然使いません使ってないです。あ、やっぱそうだよな。最高のパソコンっすね、もう言っちゃったら。うん、そういう時さ、みんなやっべーできねえなーと思ったらどうする？多分ね、例えばだけど、ワードはまあいいじゃん、普通に文章を書くだけだからさ。はい。で、Excel だとさ、関数使ってさ、そうです。うん。要は関数ってさ、あれ、要は方程式なんだよね。で、いろんな方程式が組み込まれていて、その関数を組んで、一つの数、いろんな数字を割り出して、それをグラフ化したりとかするわけさ。はい、でそれをなんかみんな若い時に覚えちゃうからちゃちゃちゃっと、
みんなできるんだけど、大学生ぐらいでね、君らの世代は。うん、みんなやってるから。で、君たちは、あれですよね。みんながパソコンやってる、パソコンでグラフ作ってる間に、泳いだり、サッカーしたり、ボール横に投げてたりとかだからね。そう、本当にそうです。ねえねえ。そりゃ、あれだよね、悩ましいよね。はい。なんか、その自分よりも、年下の子たちとかが、うん、まあ、しっかりやってるのとか、まあ、うん、淡々とできてることが、まあ、できないっていう、恥ずかしさもやっぱあるんですよね。ただ、恥ずかしいからって、なんか、いや、私できてる洋風で、できてもないのに、わからないのにやるっていうよりは、なんかもう分かんないことは分かんないですって言ってやろうって思ってやってるんですけど、うん、まあ、ちょっと恥ずかしさみたいなのはやっぱありますよね。新しいことやったりする、うん、なんか第二の人生でこの味わったことない恥ずかしさみたいのを今味わってるんですよ、うん、なるほど。きっと二人も味わうんだろうなって思いながら、うん、そうだろうね、うん、でもそれ諦めるしかないよね。やってねえもんな、やってねえんだからさ。いや本当にそうです。だから覚えるしかないもんね、やりながらね。そうですね、まあ容量が良い、容量がもっといい人はなんか周りとそんなに差なく一回言われてパッてできるのかもしれないですけど、自分ってどうなのかなみたいな。なるほどなるほど。それで言うとね、社会人でもね、ちなみにエクセルが苦手な人いる。あ、でそれはね、数学が得意かどうかだって。あ、なるほど。うん、それはね、ある、東大卒業して、ある不動産屋に行ってる子が言ってたんだけど、やっぱ東大の子はすごい頭いいわけよ。そうですよね。それでね、他人が理解できない関数が入れてあるんだって、Excel の一文字、一文字に。はい、はい。で、合計かける、別のシートの何かける、何かけるっつってこうやって、行ってこい、行ってこいしながら、ようやく一つの答えを導き出してんだって。で、それが分かんないと、おめえそんなのも分かんねえのかよって後輩に言いたくなるって言ってた。いや、そうですよね。うん、でもなんか学校で、うん、そういうのって習うじゃないですか。基本的なものって。そうね。習ったよね、ヒロ君とフェイク。習いました。習いましたよね。うん、なんか情報リテラシーみたいな授業で。うんうんうん、習うんですよ、うん、でさらに高校の時、大学の時、高校の時です。お、高校の時に習ってたのをすごく思い出すんですよね、うん、あの時もっと理解できてればなみたいな、うんうん、あの時にもっとちゃんと分かんないこと分かんないって言って聞いてればもっと飲み込み早かったのかなって思いながら、 あ、これやったことあんなみたいな、飲み込み早かったかもなって思いながら、今もう一からパソコンの、うん、そういうのも叩き込んでる感じなんですよね。なるほど。やっぱあれだね、キーボードを打ちながら泳ぐとかそういうことができないとダメだったね。どうなの、ペイ君とかヒロ君もそのパソコン問題は結構やべえなと思ってるとこ節ある？パワポワードはいけるんですけど、うん、エクセルがちょっとわかんないですね。で、あと今流行りのチャット GTP を使ったら何でも簡単にできるよって言われるんですけど、うんうんうん、GTP ってなんか僕の中で Siri の強化版のイメージなんですけど、うんうんうん、そんなこともできる。なんかそれ使いこなしたいなと思いつつ、別に使う場面がないんで学ぼうとしてないですね。チャット GPT はもうちょっと先じゃないかな。ちょっと使いにくいのはまだ。あ、うん、そうなんだ。うん、上手に検索をしていくっていう術をこっちが学ばないといけないわけよ。だからこういう言葉で何かやってって AI に頼むと AI がやってくれるんだけど、それがただ例えばだけど、元水泳選手と広告代理店がの契約書でどんなのって言ったとするとアバウトなのが出てくるのよ。うん、そこに元水泳選手が例えばイベントで講義をする契約書とかいろんなワードをぶっ込んでいかないといけないわけ。それで初めて AI の精度が高くなってくるんだよね。うん、
なので多分あれは慣れだと思う俺。ああ。うん。ちょっとあの話まあ、つながってはいるかと思うんですけど、うんうんうん、あのさっきパソコンやってて何か話しかけられた時に反応できないとか言ったじゃないですか。うんうん、はいはいはい。で、あのそれって結構携帯とか見てても携帯で何かやってて話しかけられても反応できないみたいな、うん、でなんか聞いたことあるんですけど、これって女の人の方が聞き取れて男の人の方が聞き取れないみたいな聞いたことがあるんですよ、うん、で、あのまあ私だけ女の人じゃないですか、うん、だからあの男の人ってその携帯とかなんか一つのことやってたら、うん、本当に入ってこないのかなっていうその男女で違いはあるんだろうかみたいな。俺は結構集中力高いんで、はい、作業集中しちゃうと他の話入ってこないタイプ。あー、やっぱそうなんですね、うん、それっていいことですよ、いいことなのか。なんかでも全く私も入ってこないんですよ、うんうん、だからそれっていいことでもあるんだろうけど、たまにうわこれ自分集中しすぎてるな、入り込みすぎてるなって思う時もあるんですよ、一つのことをやりすぎて。それで言うと若い頃に社会人になりたての頃にその自分の性質は変えられないじゃない、集中、そうですよね、ほんとどっと集中しちゃって、はい、人のこと、コメント入れられないんだけど、はい、社会人になりたての時にいろんな人にいろんなこと言われるのよ、はい、でその時に学んだことはまず人の話先に聞く、集中する前に。ああ、なるほど。うん、全部言っちゃって、言っちゃってっつって。なるほど。言われたやつを全部処理する先に。ああ、やる、自分がやるとかの前に、ね。自分が集中したいもの以外のものを処理しちゃう。ああ。片付けちゃう。それで自分の集中する時間には人の話聞かなくてもいいでしょ。みんなやりましたよみたいなのはやってる。ああ、なるほど。うん、順番的に。一気にやろうとするからいけないってことですね。そう。あ、そうですね、自分の特性を理解して、うん、もうそれができないなら、うん、1個ずつそう言われたとしたらもうその作業をやめて聞けばいいってことですよね。そう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 。あ、なるほど。じゃあ無理してそうやって両立させようとするなってことですよね、うん、あとね、さっき言ってたその容量がいい悪い話あるじゃん、はい、実はその集中しすぎちゃうから容量が悪いっていうことじゃないんだよね。容量が悪い人って、はいはい、あの容量が悪い人ってどっちかっていうと不器用ってやつよ。あ、だからその人とのコミュニケーションも不器用だったりとかさ、うん、その人は得てして容量が悪くなっちゃったりするケースはあるけどね。でも逆に2人とも2人ともどうですか、自分不器用か、いや俺器用っすみたいなのあります？自分不器用っす。そうね、器用不器用ってなんだろうね、うん、あの僕のイメージでは器用な人は気が回るって感じがするんだけどな。うん、不器用な人は気があんまり回らないっていう感じはするな。おー、ヒロ器用なんですかね。いやあ、なんかそれで言ったらわかんない、同じ流れの話かわかんないですけど、うん、目上ご飯行った時にすごい気が回る人と回らない人いて、なんか俺より全然すっごい早い先輩がもうめちゃくちゃ早すぎて、その水とかなんか注ぐのとか、なんかそういうの見ると、うん、あ気づけないなとかは思うけど、あ、まあ、分かる、うん、分かる分かる。なんかそれこそセカンドキャリアの仕事のところと結構関係してるのかなとか今聞きながらちょっと思う、うん、あ分かる、すごい分かる。そこって関係してそうですね。あのご飯とか、あの会社でご飯とか行くときに、なんかやっぱ自分よりもささって早くやった人とか見ると、あこの人すごいすごい聞く人なのかなみたいな、あ自分ちょっと出遅れたなみたいな、
そういうところも器用不器用とかなんですかね。うん、それもあるけど顔色だね。うん、どっちかっていうと、うん、例えばその、雰囲気が回る人って、例えば今ヒロ君が言ってたお水がないとかお酒がないとかっていうところにすっごい早く気づくのよ。うん、でそれってグラスを見てるんじゃなくてその人の飲んでるスピードとか見てるんだよね。でそういう人は器用だなやっぱ。うん、人の動き見てるっていうか観察力かな。観察力ですねそれ。うん、きっとね、観察力。プレーと関係してる気もしますね。なんかやっぱ周りをなんか生かすようなプレーの人は、うん、まあでもめっちゃ見てんなみたいなのは感じますね。あ、そうなんだ、うん、そういう人いるんだ。それ行きそう。うん。ダイレクトにも行きそうですね。いわゆるサッカーで言うと、ボランチとかそういうポジションの人たちがそういうことやるの？点取るストライカーとか前の選手は何も見ず自分の飯食っているとか、まあ、偏見かもしれないですけど。うん、そういうポジションにとっては。うん、なんかそうだよね。ストライカーは早馬的なイメージある。うん、そういうポジションとかでも性格なのか、うん、そういう器用不器用とかってあるのかもしれないですよね。それってでも絶対、うん、第二の人生でも行きますよね。そのなんか見れる周りのこと見れる見れないとか。そうね。うん、確かにそれあるかもしれないです。うん、僕らもなんかスタンドオフの司令塔の人はやっぱり気を利く人多いですね。うん、トーク回したりとかも上手なイメージありますね。なるほどなるほど。うん、でもラグビーなんてさ、この間ペイ君が言ってたけどさ、各ポジションで役割がめちゃくちゃいろいろあるって言ってたじゃん。はい。だから背がでっかいとか、ガタイがでっかい人もいれば、華奢な人もいて、いろんな選手たちがいろんなポジションでその自分の持ち場で働くみたいなこと言ってたじゃない。はい。それだからその性格もあるんじゃないの。あると思いますね。はい。なんで結構イケイケの選手は、うん、そういうポジションの人多いですね。うーん、なるほど。となるとセカンドキャリアもその自分の特性を生かして選ぶっていうのもありか。確かに。そうですね。そうだな。確かに。ね。うん、ほらベイ君は1回目のさあの悩みでさ、はい、なんだっけ、球入れるのがにちょっとビビってんだよみたいな話とかじゃない、はいはい、でもそれを逆手に取ると慎重であるがゆえにビビるわけだよね。確かに。そうするとすごく慎重であるという特性はあるわけだよね。慎重なのか大雑把なのかわかんないですけどね。うん、ね。実は大雑把に見えてものすごく慎重だとかさ。ヒロ君で言うとこの間ちょっと体のことを気使って思いっきりプレーできないとかって、うん、ついついちょっと第三者的にもの見ちゃうって言ってたけど、うん、のめり込めないからこそ逆に考えると、うん。意外と周りがちゃんと見れてるみたいな特性があったりとかするのかもしれないね。うん、そうだよ。だからみんなパソコンだけやれるようになればいいんだよ。向いてる仕事はあるよ。確かにそうですね。その、うん、やっぱ競技も自分のその性格に合ったというか、うん、まあ競技をしてるからそういう性格になるのか、自分がそういう性格だからその競技をしてるのかはそれぞれだと思いますけど、うんうん、なんかそうやってなってくんですね。だと思うな本当に。はい。だから、うん、ミポリンなんかはすげえ突進していくタイプだから、水泳のね特性も考えて、であとはやっぱりすっごい集中力で競技こなしてきたわけだから、だから人の話なんか聞いたられっかって言って、いやいや選手権じゃない。
いやいやいや、そんなことしてたら第二の人生ダメですよね。うん、ダメだね。そんなことしてたらダメなんで、まあ話も聞きつつ、あれですね、自分のその特性も生かしたいっていうのはありますよね。なんかその、まあ、自分の、まあ、やりたいことをやらせてもらったりとかしてるんで、まあ、そのやりたいことをガツガツやっていくのはいいことかなって思ったりはしてるんで、積極的にやってきながら、まあ、パソコンも頑張って。いいと思いますね。例えばだけど、よく聞くのは、大卒の体育会系の子たちを、企業は欲しがるんだよね。昔から体育会系の人たちは、すごく人気が高いのよ。それはなんでかっていうと、まず縦社会よく知ってるっていうのと、それから頑張ることを知ってる。努力することを知ってる。っていうのと、あと、ゴール設定をつけやすい。自分でゴール設定をする子が多いんだって。体育やってる子って。だから目標設定をちゃんとして、そこに到達するためにどうやって頑張ればいいのかっていうことを考えたりする子が多いと。で、その、ただ、ずっと体育やってると、PC に弱いとかがあるんで、最そう初です1ね年間は、あんまり、日の目を浴びないんだって。2、3年してくると、営業マンとして群抜に伸びていったりとか、いろんなところで活躍していくっていうのは聞いたことがある。なので、みんなの性格と、それからポジションと、いろんなことを考えて、特性を生かして、いい仕事はたくさんあると思うけどな。そうですね。特性生かしながら、まあでも私の悩みのパソコンもこう1、2年ぐらいで上達していってでも、で、はい。パソコンはね、正直ね、自分で勉強してできるもんじゃないから、その仕事が来ないとやらないのよ。ああ、そうですね。だからやりながら覚えるしかない。1、2年後ぐらいしたら、それをずっとやってたらいつの間にか上達してるっていう感じですかね。なれるなれる。なれるなれる。なれるなれる。結果なれるですね。あ、結果なれる。でもなんか、パソコンを勉強する暇があったら、違う自分が生きたああ、確かところをやってた方が俺はいいと思うな。に。ああ、そうですね。自分の特性を生かしたことってことですよね。それに、その、それに行動をしてった方がいいってこと。いや、そう確思いかまに。す。確かに、とか言って。まあ、もう悩みを解決してもらうっていう感じではなかったんですけど。本当だね。でもなんか競技と、すごい、やっぱ第二の人生も、つながってくんだなっていうのは感じましたね。その自分の特性。やってそうただね。競技に。だから、すごくおしゃべりが上手とかっていう人が、例えばだけど、すごく有名な選手がさ、解説者になったりとかさ、して、テレビに出たりとかされてるじゃない？で、全員が全員、おしゃべりが上手なわけじゃないんだよね。ただ、言う内容が重かったりすると、これはそれでしっかり伝わるし、だから、やっぱりその、いかに自分がそのコンテンツに深く関われるかっていうところが一番大事なんじゃないかな。なんか俺の説教タイムみたいになってる。いやいや、なんかでもやっぱ第二の人生の言葉はすごい響きますよね、大先輩として。ああ、やっぱりなそうるだほね。どなって思うことはすごい多いですね。まあ、とりあえず、みんな、パソコンは頑張ろまあ、ほどほどにパソコンも頑張っそう。て、自分のやっぱりいいところを生かしていくっていうことが大事ってあ、ことですそれね。が一番大事ですね。意こ外のと、あれ話、あ、じゃない？ペイ君とかヒロ君は、今のミポリンの話は勉強になったんじゃない？明日は我が身みたいに、思うでしょ？黙って聞いちゃったっす。
いや、参考にめっちゃなりますね。てか、常にそういうの考えながら、いや、うん、僕、ダメだとどうしようとか思ってるんで、うん、いつ、そのキャリアになるか分かんないのが僕とヒロなんで、うん。なんか、そうだよね。しようかなっていう、この、でパソコンは多分やったらできるようになるんだなと思った時に、うん、あの、今自分の特性を生かせれるやつの勉強しようって、準備しよう、うん。うん。そうだね。それがいいね。ヒロ君いつも、いつも黙って聞いてますけどね。黙って聞いちゃいましたって言ったけど。まあ、ヒロ君はね。いつも黙って聞いてくれて。うん、この状況になったら頑張れると。あ、そういう状況になってもう一回相談するっていう感じ。あ、いいですね。やっぱりちょっと僕もっていうのまた聞けたらいいですね。いいね、そしたらいいね。そうなった時に、うん、そうだね、はい、うん、まあわかりました。どうだったもうだいぶ時間も更けてきましたけど。そうですね。喋り足りないことないですか？いや、私はもう大満足です。今日はあのちょっと前回とは違ったジャンルで、うん、まあ悩み相談っていうよりもこういう感じなんです今みたいなのをみんなに聞いてもらったっていう感じなんですけど、うん、はい、うん、ぜひなんか今僕の頭の中のミポリンのイメージを言っていいですか？はい、はい、あの肩幅が広いやつがエクセルで苦労していると思い浮かばないです。まあそういうことですね、現状。現状そういうことです、はい、現状そういうことだよね。はい、一番ちょっと今悩んでるっていうのはパソコンです。はい、わかりました。じゃあ今日はこんな感じで、はい、いいですかね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次回のテーマなんですけど、実はですね、ペイ君からちょっと話をいただきまして、次回はペイ君のお悩みを真剣に聞いてほしいという話がありまして。ぜひ真剣に聞いてください。うん、肩幅とか。なので、うん、なんかペイ君のね、あの笑いなしで、笑いなしですか？笑いなしで、笑いなしで、笑いなしでペイ君の悩みを次回は聞いていきたいなと思います。はい、はい、よろしいですか？はい、ぜひ聞いてください。はい、みっぽりん、じゃあ皆さん、はい、視聴者の皆さんにちょっとご案内を。はい、ちょっと次回はペイ君の話ということで、まあ、皆さん、あのぜひ私たちアスリートに聞いてみたいことを X にてお送りください。 Spotify の概要欄に URL がありますので、そちらからお願いいたします。質問だけではなく応援メッセージも大歓迎です。また YouTube では動画でもお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしてます。はい、ありがとうございます。ということでですね、いつもあのエンディングトークはヒロ君のポエムで終わりになってるんですけれども、最近ヒロ君があの怪我をされたみたいですよね。そうですね、怪我しちゃいました。で、非常に大変な状況だということで、しばらくポエムの方はお休みで、そんなテンションではないということなんでしょう。あの気が向いたらヒロ君ポエム書いてね。はい、はい、ということで今日はこの辺でお別れをしたいと思います。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。